はい、皆さんこんにちは、おじちゃんです。今日は愛車紹介です。なんと女性オーナーさんです。女性車好きオーナーさんです。いやー、待ってました、この時を。マジで待ってました。おじチャンネルについに女性オーナーさん来ました。ありがたいですね。はい、結構すごい有名な方で、まあ知ってる方は知ってると思います。ね、イニシャル D の誠さゆき役でコスプレされて SNS で結構バズった方ですね。じゃあオーナーさんお呼びします。お願いします。こんにちは。じゃあお名前いいですか。はい、マーヤです。マーヤさんですね。はい、めっちゃバズってましたよね、一時。そうなんですかね、一時バズってましたね。緊張してます。緊張してます。で、今日紹介していただく車は、はい、こちらですね、スバルの BRZ です。スバルの BRZ ですね。後期かな、はい、後期ですね。後期です。めっちゃ低いですね。そうですね、金のホイールで低くなりました。で、今日なんかあれですよね、あのカスタムされて、うん、戻ってきたばっかりっていうのを聞いたんですけど、できたてほやほやです。できたてほやほやです。できたてほやほやを、お届けしようと思います。じゃあ、まやさん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ご紹介いただきたいと思います。まや、はい、さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃこれ全体はこんな感じです。いや、いいですね、かっこいいですね。フロントからご紹介いただこうと思うんですけど、はい、これは純正バンパーですよね。純正バンパーですね。純正バンパーの純正リップ。純正リップ、これ STI のやつですよね。そうですね、 STI のリップかな。はい、 STI です。 STI ですね、 STI のリップ。あ、なるほどね。っていうか低いですね、これ。すらないですか。まだ大丈夫ですね。全然大丈夫ですか。はい、まだ。ちなみに買ってどれくらいですか、BRZ 納車されてから。1年半かな。あ、でも結構、ね、結構乗ってるんですね。そうですね。車高低。はい。車高低。で、これヘッドライトは、ヘッドライトはこれ変わってますよね。そうですね、後期みたいなんですけど、もともとこれ後期の BRZ ですよね。そうですね。じゃあこれヘッドライトは変わってるんですかね。どこのやつとかってちなみに分かったりしますか。クリスタルアイかなって。クリスタルアイ、クリスタルアイっていうところ。まあ、ヘッドライトがこれ社外品のやつに変わってるっていう感じですかね。インナーブラックっていうのが、ああ、インナーブラック、はい、憧れてたので。なるほど、嬉しいです。サイドなんですけど、はい、サイドはグラージオ。グラージオ、はい。あ、確かに、でも純正とはこれ形状違う気がしますよね。そうなんですよね、さりげなくていいかなと思って、ね、いいっすね、綺麗にまとまってて、はい。ははは。で、じゃあちょっとアルミ、はい、いいですか。アルミ、これすげえ金色。金です、マッキン金。マッキン金です。いや、可愛いんですよ。マッキン金でございます。はい、ですか。これは A 段という、 A 段ですかね。 A 段っていうところ読めないけど、ははははは、すげえな、これ。このぐるぐるが左右で違ってるんですよ。はあ、なるほど。うん、あ、本当だ、結構だいぶ変わった形状のアルミですね。稲妻みたいで可愛いなと思って。かっこいいですよ。はい、でこのサイドのなんだっけ、これ、これがサイドマーカー、サイドマーカーがブラックになってるのかな。なるほど。いや、かっこいい、かっこいいっすね。じゃあ、あれ、ちょっと待って、これ屋根スムーズ、すいません、取りました。
あ、屋根スムージングされてる。屋根がスムージングされてます。なくなりました。ははは。あ、これかっこいいわ。これやってると結構低く見えますね。そうですね、低く見えていいですね。はい、でリアなんですけど、リアはどこが変わってますかね。そうですね、最初純正 の、はい、このリアスポイラーがついてたんですけど、はい、今回この何ですかね、ダックテールに変えました。これすげえ、もうラインがすごいですね。はい、横から見るとこれすごいわ。気に入ってますね。このなんかクーペの形が強調されていいっすね。はい、うんうんうん、あーかっこいい。いやいいっすね。はい、でこれもう明らかにテールランプ、そうですね、変わってますね。この丸めのテールがカーボン、カーボンになってるんですけど、カーボンだ。そうなんです。わー、でも本当は全部青にしたくて。青にしたい。そうなんですよ、ここのカーボン青に塗ろうかなって思ってます。あ、マジですか。今からじゃあ、はい、またちょっともしかしたら塗るか。入院ですね。入院、はい、また入院しちゃうんですか。また入院しまた入院しちゃうと。そうなんですよ。で、あとはリアは、はい、マフラー変わってますよね。これ変えました。これどこのマフラーですか。これはミルキーホワイトさんの。ミルキーホワイトさん、はい、神風、ね、はい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 。僕も前お邪魔してるんで。そうですよね、はい、わかります。ここにもステッカーありましたね、はい、いや、神風さん買われたんですよ、巻き順さんが。はい、勝手に貼りましたね巻き順さんらしい、です巻き順さんが貼ったと。で、これが神か、ミルキーホワイトのマフラーってことかな。そうですね、神風マフラーで、神風マフラー。ここから見ていただくと、はいはいはい、すごいぐるんぐるんしてるんですよね。あー、ほんとだ。ていうか結構太いし、あ、かっこいいっすよ。そうなんです。うん、かっこいい。スイッチで、ね、この出づらっていうか、この横から見た時の、そうなんです、このマフラーの出方もなんかすごい好みですけどね。スイッチでオンオフになるんですよね。バルブを開けたり閉じたりできるので。はあ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 。じゃあちょっと、はい、音聞いてみたいんで。あ、はい、いいですか。ぜひエンジンかけていただいて、はい、お願いします。とりあえず一回オフで。オフで、はい、そうですね。結構音変わりますね、バルブ で。その持ってるスイッチですかね。そうなんです、これで。あ、これ、なるほど、バルブオンオフができるっていう。はい、これいいっすよね、バルブついてるのってすげえいいっすよね。そうですよね、近所迷惑にならないですね。そうですね、いいマフラー、音もいいし。だいたい外装とかっていうのは以上ですかね。そうですね、あとなんかやってるところとかあれば。これですかね。あ、これ、あ、本当だ。マットブラックに塗ってますね。本当だ、色が違う。そうなんです。あ、黒。これもともとは青ですか。ここ青でツートンだったと思うんですけど。あ、青色なんですね。これだけ、はい、塗ってもらいました。あ、なるほど。あ、ここ黒になってる。で、ちなみにこれ車高下がってますけど、はい、なんか車高調かなんか入ってるんですか。そうなんです、車高調、神風車高調が。これも神風車高調です。はい、あ、なるほど、車高調か。まあそうっすよね、めっちゃ低いもんな。よく運転しててすらないよな、これ。まあでも平気か。平気だよな。かっこいい、タイヤもバッチリ、はい、
出てて、いやすごいセンスいいっすね。なかなか、いやすごいよこれは、すごいっすね。ではちょっと今日は横乗りさせていただきます。マーヤさんの横乗りですね、 BRZ の後期です。マーヤさんお願いします。はい、お願いします。ちょっと横乗り失礼します。どうぞ。よろしくお願いします。はい、よいしょ、よいしょ。マジでマニュアルっすね。マニュアルですね。すげえすげえ。マニュアルです。あ、いい音。そうなんですよ、いい音ですね。おっさんの顔映してもしょうがないんで、マヤさん映しながらちょっと横乗りさせていただきます。映ってます？映ってます。恥ずかしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、どこに、右行きますか。右ですか。右、音結構いい音しますね。これなんですよね。これ開いてないですよね。もうバルブこれで閉まってる状態、閉まってても車内結構ね、いい音しますね。あ、いい、乗り心地も。そうなんですよ、よくしてもらって。乗り心地もいいっすよね。そうなんですよ、普通この低さだったらもっと悪いんですけど。神風さんの車高調ですかね。さすがですね。これ左ですね。マニュアル女子ですよ。運転上手いですね。いや、そんなことない、本当にそんなことないです。下手っぴですよ。まっすぐ、ね、これをね、これまっすぐ、まっすぐですね。初めてです、人生で初めてマニュアル運転されてるあの女性の助手席に初めて乗らせていただいてます。いや運転うまい、うまいっすよ、めちゃくちゃうまいっすよ。やったー、マニュアル運転できる女の人っていいな。あーいいっすね、確かに。やっぱいないですよね、あんまり ね、 いないですね。女性の方って結構オートマが多いイメージですけどね。あ、でも結構乗り心地ほんといいな。意外にいいっすね、これだけ下がってると。でもっとなんかガタンとかってなりそうなもんだけど、ならない。そんなでもないんですよね。マフラーの音もちょうどいいというか。そうなんです、住宅地なんで閉めてますね。なるほどなるほど。まっすぐ行きましょう。まっすぐ、していいですか。あ、ま、どうぞ。していいですか。これで変えられるみたいですね。いいですよ。まだかな。あ、音変わった。変わった。ちょっと音でっかくなった。でもまだあんま分かんないですね。うん、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけどね。あ、いい音。いい音します。これ左に行きます、ね。左に。はい、ということで、スバル BRZ ですね、マヤさんに
にご紹介いただきました。まやさん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。あのおじチャンネル初女性オーナーさんで、やったー。しかもまやさんね、はい、めっちゃ有名ですからね。そうでもないですよいや多分ね、そうでもありますよいやいやいや、そうでもあります。本当ありがとうございますということで、まあ今日ツバルの BRZ ですね、ご紹介いただきました。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、 あのチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。